松森駅は、かつて、岐阜県美濃市にあった名古屋鉄道美濃朝鮮の駅。美濃朝鮮の前身である美濃電気軌道の駅として、1911年の路線開通と同時に開業した。当駅を含む新関駅美濃駅間は、美濃朝鮮の他の区間に先立ち1999年4月1日に廃止され、当駅もこれと共に廃駅となった。並行する長良川は、 鉄道小指南線には、大体として、同名の松森駅が同じ日に開業している。住宅地の裏手に、単式一面一線の小さなホームがある、簡素な構造であった。なお、この駅から、美濃駅方の区間は、幾度となくルートの付け替えが行われている区間でもあり、廃止時のルートは三代目である。駅は、長良川、鉄道小指南線の松森駅から西に、 約200メートル前後の位置に存在していた。現在は、ホームの段が残っており、駅周辺の路線跡は、ちんちん電車の遊歩道として整備されている。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。AB、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線と美濃町、伊比 谷組線の85年強度出版社、1997年、219から230ページ。ISBN4 から876700974。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年史名古屋鉄道、1994年、880ページ。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新庁舎、2008年。 51から52ページ。ISBN 978から4から10から79万25から8。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、ふず、名古屋鉄道路線略図。ありがとうございます。